あとここもですね、ワイパーのブレードね、こういったところもですね、ダメージ来やすいので。いつも WC バックス TV をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしていますので、チャンネル登録お願いします。ということで、今回なんですが、ちょうどですね、今新車が入ってます。やったで、これからですね、コーティング等々施工していくんですが、せっかくなので、新車の時にやっておきたいカーケアっていうのを今回はご紹介したいなと思います。僕のチャンネルではですね、自分の手で、綺麗に長く乗り続けるっていうのが一つの、テーマのような感じになってるんですが、それを実現するためにはですね、いかにこう新車の時の綺麗な状態を、保ち続けるかっていうのがかなりですね、重要になってくるので、ぜひですね、ご参考にしていただければと思います。で、いくつかご紹介するんですが、皆さんがですね、想像されているようなものから、意外なものまであるかと思いますので、ぜひですね、最後までご覧になっていただければと思います。まず一つ目なんですが、シートカバーですね。お車ですね、特に、本革とか合皮よりもパブリックの車の方が多いです。で、特にですね、色の違いとかもあるんですけど、実際お子様がいらっしゃる場合っていうのはかなりの確率でですね、汚されると思います。で、汚された時にですね、革だったり合皮だとこう拭くだけで結構綺麗に簡単にお手入れできたりするんですけど、ファブリックの場合はですね、こう目の中に入ってしまったりしてですね、なかなか取れないことがよくあります。で、そうなってしまうとですね、シミになったり、あとは匂いが残ったりですね、結構不快な思いをですね、その後してしまうことにもなってしまうので、そうならないために、シートカバーをですね、つけておくことをお勧めします。シートカバーですね、おそらくですね、ほとんどの車で純正のオプションとして設定されてると思うんですけど、それはですね、大概高いです。K4 とか、あとは小型のコンパクトカーですね、2列のとかでも多分4万とか5万とかすると思います、純正品だと。でも、外品だとですね、社外品だと、1万円とか2万とかぐらいであるので、わざわざ高い純正品を買わなくてもですね、お手頃な値段でシートカバー選びますので、汚れ対策として、シートカバーつけられてみてはいかがでしょうか。最近のですね、シートよく撥水加工ファブリックですね、撥水ファブリックシートとかってあるんですけど、多分最初だけだと思うんですよね。ずっとその撥水効果っていうのは持たないはずなんで、最初からですね、シートカバーかけて汚れにですね対して対策を練っておく方がいいかなと思います。2番目がコーティングですね。これはですね、皆さん、ご想像されていた方も多いかなと思うんですが、コーティングはできれば新車の時にかけておいた方がいいです。っていうのは、新車の時っていうのがクリア層ですね、一番分厚い状態なので、その分厚い状態の時に保護してあげると、一番ですね、ダメージがつきにくくなります。なので新車時にですね、コーティングと施工される方がいいかと思います。で、コーティングはですね、例えばそのボディだけ、塗装面だけではなくてですね、他にもいろいろ施工しておいた方がいい場所があります。実車を使って、解説していきたいと思います。はい、まずですね、こういった塗装面ですねっていうのは当然だと思うんですが、ここだけではなくですね、例えばガラスですね、ガラス、特にフロントガラス、あとはリアガラスですか、はダメージ受けやすいです。鱗とかにもなりやすいので、あらかじめですね、コーティング施工しておいて、水をですね弾くようにしておくと少しでもですね、ダメージを軽減して遅らせることができます。
そして、視界もですね格段に良くなるので、まあ、安全な運転にもつながるかなと思いますので、窓もですねコーティングぜひですね施工していただければと思います。そしてこういったところですね、こういう樹脂のパーツ、最近ですねこういった樹脂の部分多いです。でこういったところですね、時間経ってくるとかなりの確率で白くくすんできます。なのでこういったところもですね、新車の綺麗なうちにコーティングしてですね保護しておくと、まあ、その劣化を遅らせることができるので、ぜひですねボディと合わせてコーティングしていただければと思います。だいぶ映ってるな。あとは、ヘッドライトですね。あとリアライト、リアライト、特にですねヘッドライト最近の車の方がよく目立つんですけど、すぐにですね黄ばんだりですねこうクリア剥がれたりしてきます。なのでこれもですね新車の綺麗な状態の時にですねコーティングしておいて保護しておくと、それを遅らせることができるので、ぜひですね新車時の綺麗な時にコーティングの方を施工しておくことをお勧めします。あとここもですねワイパーのブレードね、こういったところもですねダメージきやすいので、綺麗な新車のうちに対策をしておきましょう。そして3つ目が磨きです。新車なのに磨くのかいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はですね新車のボディの状態っていうのは車ごと、もう一つ言ってしまえば車の個体ごとですねによって全くですね状況が変わってきます。工場で生産された時ですね、ラインオフした時には、まあ、もちろん綺麗な状態です。である程度検査員の方がチェックした上で工場出荷されてると思うんですが、そこから、僕たちの手元ですね納車されるまでにはかなりですね差があります。っていうのは例えばあまりですね売れてないような車とかだと、出荷してからですね納車されるまで在庫の期間が長くてですね、その間に雨風にさらされてダメージを受けてるってことがよくあります。さらにですね輸入車の場合っていうのは海をですね船で渡って日本に来るので、その期間っていうのが数ヶ月にも及びます。なんで、まあ、僕ちらっと聞いたんですけど、某超高級スーパーカーですね、あえてブランド言わないんですけどの塗装状態、まあ、日本に着いた時の塗装状態っていうのはとてもじゃないけど見れたもんじゃないというふうな話も聞いたことがあります。っていうぐらい、新車の状態の車っていうのは、ばらつきがあります。なので先ほどコーティングしてくださいねっていうお話しましたけど、その前にですね、新車でも磨きを入れていただいた方がいいかなと思います。磨くといっても、傷を消したりですね、するぐらいですねがっつり磨くわけではなく、本当にですねさーっと磨けば十分なので、まあ塗装状態きれいなのには変わりはないので、それをですねさっと磨いて平らにしてあげるっていうイメージなんで、そこまでですねがっつり磨き込む必要はありませんが、新車でも磨きを入れてからですねコーティングをしておいた方がよりきれいに見えますし、長くですね乗れると思います。4つ目がですね、エンブレムの除去ですね、エンブレム外し、これはですねまあまあ好みあると思うんですけど、ちょっとですね実際に見ていただきたいんですが、はい、こちらですねエンブレムです。で今ですねまあもちろん新車なんで綺麗な状態なんですけど、これが時間が経つとですね必ずと言っていいほどこのエンブレムの周りに汚れが溜まってきます。特にこういうね細かい間っていうのはなかなかですねお手入れが難しかったりするので、どん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 こう汚れが溜まっていく一方なんですね。なのでそうなってしまう前に
もうあらかじめ取っておいてしまうっていう。でこれはまだ新車で、まあこれおそらく貼られてから間もないんで、これ両面テープでくっついてるんですけど、柔らかいんですね、まだ。ですが、これがですね、どん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 こう、時間が経って、後から取ろうとすると、両面テープも硬くなって、取れにくくなります。なので、取るんであれば、早い段階、できるだけ早い段階で取る方が、取りやすいですし、まあ、車のためにもなるかなと思います。あとはですね、僕、これ個人的な好みなんですが、これ、あるよりも、ない方が、かっこよく見える気がします。まあ、こう、なんていうんですかね。怪しげな感じじゃないな。なんかこう、あまりね、俺はこの車だみたいなのをこう主張してない方が僕は好きなんで、基本的に僕はいつも撮るようにしてますね。こういったエンブレム類は。このエンブレム撮る作業っていうのは、まだ多分動画アップしてないので、近々ですね、今からこれ撮りますんで、この後、動画にしてお送りしたいと思ってます。そしてそのまま5つ目のカーケアなんですけど、こういったシールですね、これも取っておいた方が僕はいいと思います。理由は先ほどのエンブレムと同じで、周りにですね、これだいたい汚れ溜まってきます。そしてステッカーの場合はですね、こう日光を浴びるとどん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 こう剥げてきちゃうんですよね。かなりみすぼらしくなってきますし、こちらもですね、エンブレムと同じで時間が経てば経つほどのり、シールののりですね、今固まって取りにくくなるので、できるだけ早いうちに取ってしまう方が取りやすいですし、型もね残りにくいので、新車の時にですね取るのをおすすめしてます。でこれもまあ個人的な好みになるんですが、僕はない方がですね、こうリアビューがスッと見えて好きなんで撮るようにしてますね。あとはこういったシール以外にもコーティングのねシールだったりとかあると思うんですけど、貼ってある車、そういうのも僕はすぐに撮ります。というわけで今回は新車のうちにですね、しておくべきカーケアを5つ紹介させていただきました。これらのですねカーケアを行っておくことによって、できるだけその新車の綺麗な状態っていうのを長くですね保ってるようになります。なのでもしですねこれから新しくお車買われる場合には参考にしていただければと思います。それでは今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が気に入ってチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter やインスタもやっておりますので、ぜひそちらもフォローしてみてください。それと現在ですね、僕が以前乗っていた愛車をきれいにですね仕上げた状態で F オークションの方に出品しております。概要欄にリンク等々を貼っておきますので、興味のある方はぜひですねアクセスしてみてください。もしですね、売れてしまってたらごめんなさい。こんなはずでは。それではまたお会いしましょう。さよなら。みんな知ってるか、 WC ワークス TV が電子書籍になったんだ。車を傷つけないことに徹底的にこだわった洗車方法を文章だけでなく画像や動画でも丁寧に解説している。自分の手で愛車をきれいに長く乗りたいと思っている洗車マンにぜひおすすめしたい内容になっている。動画概要欄に詳細情報を載せているから必ずチェックしてみてほしい。魔法のコーティング剤ザワンマジックもよろしく頼む。ファブリックのお車の方がまだまだ多い
シートカバーを取り付けるですね、新車の時っていうのはですね、一番こうクリアな新車時にですね、ガラスコーティング等々を施工していく方、新車にぜひ施工しておう。ヘッドライト、あとはヘッドライトですね、あとはあとはヘッドライトですね、そしてリアのライト、検査員の方っていうのがチェックしてですね、で、磨きといってもですね、気付け師だったり、新車でもですね、磨きを入れておいた方がよりですね、車をきれいに長く乗る。時間が経つとですね、お手洗い、違う、倒れる場合は、倒れるじゃないな、